枕坂市では元アイドル七瀬花凛の亡霊荒神七瀬に人々が襲われる事件が多発していた。事件を解決するために情報を集めていた岩永琴子は自身が思いを寄せる桜川九郎と荒神七瀬が戦っている場面に遭遇する。九郎は自身の不老不死の力、そしてもう一つの力である九段の未来決定能力を駆使し、苦戦を強いられつつも荒神七瀬を退けたのだったが、やはり無理か。荒神七瀬を倒すには別の方法が必要です。琴子は荒神七瀬の謎の正体にたどり着いていた。このサイトこそが荒神七瀬の正体と言っても構いません。ネット上にある荒神七瀬まとめサイトから荒神七瀬の名前と設定、イメージが急速的に拡散されていたのだ。亡霊がいてほしいという人々の願いを集約した想像力の怪物、それが荒神七瀬の正体だった。琴子はすでに広まった噂に合理的な虚構を上書きすることで荒神七瀬を倒す可能性を見出した。そして九郎の元恋人で警察官の弓原咲の力を借りることに。七瀬花凛の死にまつわる正確な情報を提供してほしいんです。父親を殺した疑いをかけられた元アイドル七瀬花凛の不審な死亡事故について正確な情報を集めていく。限りなく自殺に近い事故死。彼女は鉄骨をかわそうともしませんでした。私は知恵の神です。虚構を築くため虚構に説得力を持たせるならどんなものでも利用しましょう。犠牲者が出てしまうと解決をでっち上げる条件が一層厳しくなる。大丈夫、まだ荒神七瀬は人を殺せないだろう。